はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢、米韓情勢についてお伝えしてまいります。ブルームバーグですが、日米2プラス2を16日開催。アメリカ国務長官と国防長官が来日、ブリンケンアメリカ国務長官が3月15日から17日に来日し、16日に茂木外相と会談すると外務省が発表した。またオースティンアメリカ国防長官も同じ日程で来日するのに合わせ、16日に日米の外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2プラス2を開催する。なお両長官は訪日後はソウルで行われる米韓外務防衛閣僚協議2プラス2にも出席する。で、この日米もしくはですね、この米韓の2プラス2の主要テーマは2つだと思います。1つ目は対中政策、2つ目は北朝鮮への対応です。で、日米のですね、2プラス2に関しましては共同発表する文章は、沖縄県尖閣諸島周辺で領海侵入などを繰り返す中国を名指しし批判するよう調整する。バイデン米政権は安全保障や技術力で中国との対抗戦略を鮮明に打ち出している。こうした方針を踏まえ日米の対中協力を広げる、このように報道されております。で、こうした状況下ですね、バイデン政権は北朝鮮政策においてもムンジェイン政権に重要なメッセージを2つ出しました。まずですね、対北政策を全面的に見直しを行うとした上で、北朝鮮への強い制裁は継続すべきとしております。2つ目のメッセージはですね、サードのアップグレードということが出てまいりました。在韓米軍司令官、米韓ミサイル迎撃網年内に大幅強化。ロバート・エイブラムス米韓連合軍在韓米軍司令官は、今年中に対北朝鮮ミサイル迎撃網が画期的に強化されると明らかにした。ブリンケン米国務長官とオースティン国防長官の同時訪韓17日および5年ぶりの米韓外交国防長官2プラス2会談18日を控え、北朝鮮の核ミサイル対応に万全を期すとともに、バイデン政権の北朝鮮中国政策に対する同盟協力の重要性を強調したとみられる。エイブラムス氏は10日現地時間、米下院軍事委員会が主催した画像公聴会に出席し、北朝鮮のミサイル能力強化の対応を問われ、ミサイル防衛局 MDA が開発中の3つの能力のうち1つはすでに韓国に構築されたとし、他の2つの能力も今年中に韓国に構築されれば弾道ミサイル防衛能力は大いに強化されるだろうと答えた。在韓米軍側は、司令官の発言は新しい迎撃兵器の配備ではなく、現在進行中の高高度迎撃ミサイルシステムサードのアップグレードを意味すると説明した。また北朝鮮の核ミサイルの高度化にもかかわらず、戦時作戦統制権の移管を急ぐ韓国に事実上の厳しい忠告を与えたという指摘もある。中略しまして、昨年にミサイル防衛局が公開した2021会計年度予算案によると、サードアップグレードの第一段階は2019年末に完了し、第二、第三段階は2021年上半期に終わる。また別の当局者は、エイブラムス氏は年内にサードアップグレードが完成することを明確にしたと話した。一部では中国が反発する可能性が提起されている。サードについて自国を狙った兵器だとし、韓国に圧力をかけてきた中国が米韓2プラス2会談を目前にして在韓米軍トップのサードアップグレード発言を挑発と受け止める可能性があるという見方だ。で、今回のこのですね、サードのアップグレードに在韓米軍司令官が事実上言及したことは、まあ、大きなことだと思います。で、アメリカ側のですね、この北朝鮮制裁の維持ということとサードのアップグレードということのメッセージ、ただこうしたアメリカ側のメッセージにはですね、北朝鮮側の反発は必至であることが予想されます。そしてこのアメリカの方針というものはですね、ムンジェイン政権が外交的な窮地と直面することを意味するように見えます。ムンジェイン政権のですね、外交政策、まあいろいろあると思いますけれども、その中の柱というものはですね、やはり親中姿勢であり南北融和政策と言っても過言ではないと思います。で、ムンジェイン政権はですね、北の非核化の意思は明確だとし、北の制裁免除手続きの改善努力についてアメリカをはじめ国際社会が共感しているとしています。しかしこれは現状のアメリカのバイデン政権の主張とは隔たりがあるように見えます。またムンジェイン政権はアメリカが主導するクアッドやクリーンネットワークに消極的な姿勢で中国への配慮というものを示しております。特にですね、三府一元を中国と約束していると報道されております。しかしこの三府一元の政策というのはアメリカバイデン政権から見ればですね、米韓同盟、日米韓の安全保障の連携規則を妨げることにつながり、対中国対北朝鮮政策において
同盟国間の協力、協調、自由民主主義国家間の国際的なルールと法の支配を共有するということを重視するアメリカバイデン政権が看過できるものではないと思います。今回のロバート・エイブラムス米韓連合軍在韓米軍司令官のサードアップグレードへの言及は、この三府一元の政策の撤回をムンジェイン政権に求めることにもつながるように見えます。アメリカとしては韓国のムンジェイン政権に対中政策、対北朝鮮政策において日米韓の連携、米韓同盟の枠とルールを守るよう強く促す意味合いがあると思います。そしてアメリカのサードアップグレードの要求というのがですね、この米韓の2プラス2で可視化されることがありますと、中国、北朝鮮からのムンジェイン政権の圧力は強まることが予想されます。そしてそれはですね、親中姿勢を貫き南北融和政策を行ってきたムンジェイン政権の外交の柱がですね、水泡に帰す可能性を意味すると思います。日米はですね、クアッドや日米同盟を通じ対中対北政策において足並みを一致させております。こうした中、バイデン政権発足以降、韓国は日本に対し、例えばですね、韓国のチョン・セギュン首相は2月4日国会の対政府質疑で日本との関係について歴史問題と未来志向の協力を分離して対応するツートラックを基調に関係を戻し維持するための努力をしていると説明した。今年初め以降、ムンジェイン氏が日韓関係を何とか改善させたいと動いている。ワシントンもそれを察知している。日本抜きには韓国経済は持たないところまで来ている。韓国経済は低迷している。バイデン大統領に動いてもらって日韓関係の復元の調停役をしてほしい。それがムンジェイン氏の本音だ。しかし過去の経緯を知る日米韓関係に精通するアメリカ専門家たちは幾度にこう言っている。不可逆的な合意をしたのに政権が変わったからと言ってそれを破棄するようなムンジェイン政権は信頼できない。アメリカにとっても明日は我が身だ。韓国はアメリカとの間で締結した協定を一方的に反故にする可能性すらある。現状ですね、こうしたムンジェイン政権側の動きはですね、日本との経済的な関係修復ということを図りながら韓国経済を立て直しつつ、そこから旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦判決の問題などは先送りにしながら、東京オリンピックなどを契機に日本を韓国側に引き込みながら対北朝鮮政策におけるアメリカとの接点を模索しようとする、そうしたムンジェイン政権の思惑があるように見えます。しかし日米がですね、対中国対北朝鮮政策で足並みを一致させる中、アメリカとしてもですね、旧朝鮮半島出身労働者問題など日韓関係について日本側に無理に譲歩を求めるということは得策ではないように見ていると思います。また2015年の日韓合意の経緯をバイデン大統領、ブリンケン国務長官はよく知っているというふうに報道されております。ですのでこうした状況の中、日米韓の関係における韓国のですね、アメリカ側への、まあ、ある種の告げ口外交と呼ばれている手法は手詰まり感があるように見えます。アメリカと韓国のムンジェイン政権の対中政策、対北朝鮮政策の隔たりは鮮明になってきておりまして、今回アメリカ側がですね、サードのアップグレードに言及した上で米韓2プラス2が開催されるというのは、ムンジェイン政権のその外交的なある種の窮地ということを表面化させているように見えます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、
メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。